Marvelous! ゆっくり選んでくださいまし。これにいたしましょう。忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。人の歴史に最悪あり。それは人知の及ばぬ現世の断り。人の歴史に最悪あり。この世界は大規模な天変地異によって幾度も壊滅的な危機に見舞われてきた。しかしそれは天災ではなく邪悪な破壊の意志によるものだった。この大いなる災厄に全てをかけて抗うこと、それこそが現代に生きる忍びたちの究極の任務なのだ。この任務に挑む忍びのほとんどが命を落とす。だがそこに悲しみの涙が入る余地はない。そもそも忍びにとって無事に帰れる任務の方が稀なのである。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない。それは誰も知らない名もなき花。現世に漂う忍びの魂は何を思う。志半ばの無念か、残した者への未練か、それとも「これより始まる物語は忍びの魂を鎮める祭り、鎮魂の宴の記録である」。聖火の宴の果てに裏若き忍び学生たちは何を見るのか。何を感じ取り何に涙するのか。それはまだ誰にもわからない。夏来たりて宴咲き染める。その宴楽しからずや。Thank you.
あ、何よこの声。ミョウビちゃん、こっちこっち、こっち見て。こっちこっちじゃない、あんたなんて格好してんのよ。ったく、で何が見えるのよ。お昼連かやむよ、市民の方お昼連か大連みはみのよ。忍び結界を張って何をやってるのかしら。あの火の中に飛び込んだら絶対熱いよね。リョーナちゃん絶対気持ちいいよね。だからバカ。願わくば別の場所、別の時代、別の時間において幸せな人生を。ミョウビちゃん、あれ？お姉ちゃん？料金よ。お姉ちゃんに触らないで。おお、お前たちは。ようだ。お姉ちゃん。大丈夫？ねえ、リョウビちゃん、今のもう一回やろう。え？バーンってなって、ピューンって飛ばされて、ズドーン！こんなに痛くて気持ちいい遊びがあったなんて。リョウナちゃん。あんたね、バカじゃ。リョウナちゃんをバカって呼ばないで。じゃあ、なんて呼べばいいのよ。若犬って呼んで。それがダメなら、メス豚って呼んで。あんたと話してると頭が腐ってくるわ。そんなことより、さっきあそこにいたの。そうだった、気持ちよくて忘れてた。あれ、ぜひおきお姉ちゃんに会いたい。うん、でもどっちに行けば戻れるんだろう。ほら見て、あっちに光が見えるでしょ。きっとあそこよ。あそこにさっきの光る棺桶が。でもどうし、絶対生き返ったんだよ。もう細かいことはいいから早く会いに。どうしたの、ヤビちゃん。なんでもないわ。何か来たわよ。構えなさい、バカ。リョウナちゃん、絶対頑張る。料理、悪の誇りを舞い掲げるわ。
になっても無駄。忍びたちだったけど、どうして襲いかかって。まあいいや、今は絶対それどころじゃないもん。よし行こう、リョービちゃん。はあ、なんか乗り気じゃない感じだね。たの、うるさいうるさい、そんなことは分かってるって。このメス豚。そっか、リョービちゃんは領域を。ね、せーの、それは心の準備。ああ、そういうことか。胸にパン。はあ、そんなわけあるか。つまんないこと言ってるとぶっ殺すわよ、この豚クズカス。ああ、いい感じ。もっと怒って怒って。たく、
く、そういう変態チックなところ姉さんに見せない。そんなことないもん。病気お姉ちゃんはレオナちゃんのこと大好きだ。あんたがそんな調子だと姉さんだって梅酒みたいに顔をくしゃくしゃにしてドン引きする。おいおい、それを言うなら梅酒じゃなくて梅干しだっての。料理ちゃん、その一人ツッコミ一人ボケはやめた方がいいよ。うるさいうるさい、とっとと姉さんを探しに行こい。はーい、病気お姉ちゃん絶対会いに行くからな。姉さん、今さらどんな顔で会えばいいのよ。料理ちゃん、リョーナちゃん、お久しぶり。それは永遠に忘れない。お姉ちゃん、生き返っちゃいました。永遠に忘れることができない奇跡のような8日間、始まりでした。どこかの